イヴァン・シーシキンの肖像をイヴァン・クラムスコイが1880年イヴァン・イヴァノビチ、シーシキンは風景画で知られるロシアの画家、移動派にも深く関与した。イヴァンは、イヴァン、シーシキンは、シシキン、シーシキンとも表記される。シーシキンは、ブヤトカ県のエラブガの町で生まれ、火山のギムナジウムを卒業した。モスクワ絵画、彫刻、建築学校で4年間学び、 その後、サンクトペテルブルクの帝国芸術アカデミーに1856年から1860年の間在籍したが、アカデミー流の授業に飽きたらず、サンクトペテルブルク近郊やバラームなどでのスケッチに励んだ。最終年度には、主席で卒業して金メダルを得、その報奨として、ヨーロッパでの絵画研究のための奨学金を与えられ、スイス及び、 ドイツ各地で制作を行っている。5年後、ロシアに帰国して芸術アカデミー会員となった。1873年からはアカデミーの絵画の教授となり、死没する1898年までその職にあった。同時に、サンクトペテルブルクの高等芸術学校の風景画クラスも担当した。ヨーロッパからの帰国後、シ資金は、 移動派の芸術家サークルの一員となり、同時にロシア水彩画家協会にも入った。ロシアでは芸術アカデミーの観点に参加したほか、1882年、モスクワ及び1896年、ニジニノブゴロドでの全ロシア博覧会の美術展、国際博覧会にも出展している。ロシアの森林の四季を描いた新資金の絵画は、自然に対する、 分析的研究に基づいた、精緻なものであった。詩的で細密な四季の風景、通行で、荒々しい木々や自然、森の中の光や小川、野生の動物や鳥類を描いた彼の風景画は、当時から今日に至るまでロシアで非常に人気が高い。シーシキンは、サンクトペテルブルクの南にダーチャを構え、風景画を描く拠点としており、代表作のいくつかがここで制作された。 また、製図家、版画家としても傑出した才能を示した。1898年、シーシキンは、サンクトペテルブルクで絵画の制作中に死去した。ありがとうございます。